ということで、皆さんこんにちは、ときまるです。今ね、掃除が終わりました。はい、掃除が終わりました。で、まあ、ミニマリストといえば、ルンバですよね。私はね、ルンバ持ってないんですよ。というのも、なんかね、下をごちゃごちゃ動いてるのが好きじゃないし、こんな狭い部屋で、お掃除ロボットの手を借りない。うん、借りません。で、その代わり、エクストリームミニマリストは、ドローンですね。はい。ドローンを使ってます。で、こいつは、もうね、床をうろちょろしないんですよ。で、ただね、飛んでついてきてくれる。うん、でもこいつは全く掃除ができません。で、今ちょっとね、やってみたら、結構風が出るから、なんかこう、風で飛ばされてるのか、自分が拭いて掃除してるのか、どっちかわかんなくなってる。うん。すごいその勢いがバーってあるから、なんか、こう、拭いてるっていうか、このね、いつもこれで掃除してるんですけど、これで掃除する前に、もう埃がね、このドローンによって飛ばされてるんですよ。で、その、結局その行き場がないから、埃が舞ってるだけ。埃が舞うだけの結果になりました。はい。ということで、こんな感じで、私は、ルンバを使わない系のミニマリスト、ドローン系ミニマリストとして、活動しています。ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。こちら、DJI のドローン。私が、山とか、旅の撮影でよく使ってるやつですね。重さが125、135グラムだったかな。うん、めちゃくちゃ軽くて、手のひらサイズで、こうやってね、ワンタッチで、スタートできて、勝手に撮ってくれます。だから私の掃除の姿もバッチリ押さえてくれます。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。ミニマリストは、道具に頼らずに自分の体で掃除をして体を鍛え上げる。そして筋力、そして体の柔軟性を上げる。その姿をドローンで撮影する。これが次の世代、近未来のミニマリストの姿です。それではまた次回の放送で。それではまた次回の放送で。バイバイ。